小林淳一郎は、日本の陸軍砲兵大佐、実業家、右翼の黒幕、右翼団体36クラブ主催者、大勢翼三階総務、戦後永久戦犯として逮捕された。新潟県長岡市出身、旧長岡藩士、小林田本郎の長男として生まれる。長岡中学、陸軍中央幼年学校を経て、1901年、陸軍士官学校卒業。 同期には、しがなお方、いだいわくす、はやししげるきよし、なかおかわたるだか、たてかわみつらがいる。1902年、砲兵少尉となる。1904年、日露戦争に出征し、砲兵中尉となる。1908年、陸軍方向学校高等科卒、砲兵隊尉となる。1909年、フランス駐在。1912年、 砲兵射撃学校教官となる。1916年、砲兵少佐となり、フランス軍従軍。1917年、欧州駐在。1919年、欧州出張。1920年、砲兵中佐となる。1922年、帰国。陸軍野戦砲兵学校研究部高級主事として、将来、日本軍の体質を根本的に改善し、 列国同様、近代戦に応じる戦法及び兵力、編成装備を取らない限り、国軍はたちまち落語するであろうと発言。当時の陸軍大臣、山梨半蔵と対立する。1924年、砲兵大佐に任官された直後に対名、予備役となる。軍を離れた小林は、その後フランスの鉄鋼会社日本代表部などの事業で、財を築き、それを資金として、 右翼運動の黒幕となった。九百二十八年、自衛者を創設し、雑誌、自衛を創刊。九百三十一年からは、軍縮会議随員として、ジュネーブに滞在。九百三十三年に帰国し、在京軍人を中心とした右翼団体、三十六クラブを、イダイワックスらと共に設立する。また、愛国労働農民同士会の結成に参加し、 会長となる。荒木貞を、正木神三ーラと親しく、彼らを中心とする行動派に近い考えを持っていた。1935年、濃部達吉の天皇期間接が問題視されるようになると、開港会、貴族院方面と連携し、天皇期間接排撃の急戦法となった。1936年、2.26事件が発生すると、 憲兵隊の取り調べを受けた。同年、右翼諸派の統一戦線として、実局協議会を結成し、世話人となる。また、1938年に結成された、帝大粛清規制同盟にも参加した。1939年、大東塾の顧問となる。1940年に、この絵踏み丸の新体制運動に加わり、体制翼3回が発足すると、 総務に就任する。また、大日本産業法国会副団長、審議委員も務めた。1945年12月、永久戦犯として逮捕され、菅もプリズンに就監。親友の荒木佐団は、終身刑となったが、1947年8月、釈放。1963年、茨城県の別邸で死去。去年84。 15年戦争国秘資料集、保管3第44号、昭和11年後半期における、左右両翼運動外教、右翼新政党結成国民新聞1937年5月28日。ありがとうございます。